안녕하세요, 여러분. 후쿠오카에서 마지막 날을 보내고 있는 연세의 지평선입니다. 네, 반갑습니다. 아, 나 사실 영상 안 찍으려고 했는데, 아, 마지막 날이라고 반가운 손님이 오셨어요. 바로 일본 시골 게하에서 친해져가지고 서울 여행까지 같이 한 효스케상 되겠습니다. 네. 그분이 어쩌다 보니 우연에 우연히 겹쳐가지고, 아, 이 사람은 왜 이렇게 타이밍이 자꾸 만나? 자세한 얘기는 이제 그분을 만나서 들어보도록 하겠습니다. 야, 왠지 저기 갔거든요. 이제 이렇게 건너가서 저기서 만나기로 했으니까 한번 기다려 보겠습니다. 고메 마타세루 라고 하시네. 그게 늦는단 말이지. 아. 아니, 10시에 만나기로 했는데 지금 6분 오버거든요. 빠져가지고. 그러게, 나도 늦었지만 이 누님으로 기다리게 한단 말이지. 뭐 괜찮습니다. 뭐, 야, 뭐 남는 게 시가이고, 그죠? 까짓 거 기다리면 되지 뭐. 밥은 걔가 사지 않을까요? 갑시다. 설마 기다려야 되는 건 아니지? 여기는 기다리고 있는데, 여기 유명한 모츠나베 집이거든요. 여기에서 이제 얼마 안 떨어져 있는 곳에 우리가 찾던 야타이가 있습니다. 아, 근데 갑자기 화장실 가고 싶은데 어떡하지? 이 야타이가 특징이 화장실이 없다 이거. 미리 해결해야 되는데, 아, 뭐람, 갑자기 이렇게 신호가 와버리면 큰일 났네. 망했네. 아! 고마워! 아, 예! 예! 야, 이사시부리! 하지마테루! 유튜버! 야, 아이사츠시테쿠다사이! 예, 아, 2회目の 登場です. 코스케です. はい、お願いします。お願いします。久しぶりですね。久しぶりですね。元気。元気よ。いや、元気よ。普通に元気。元気。はい。そこ。さっき仕事終わったのに来ちゃった。そうなの。そう。仕事終わったばっかり。終わったばっかり。いや、お疲れ様。明日からモンゴル行きます。いや、明日。ちょっときつくね。結構きつい。いや、すごいな。若いね。はい、じゃあ。入りますか。ラーメン食べたいって言ったからちょっと探して。結構いっぱいですよ。大丈夫かな。ちょっとね、待ってもらってみたいです。ああ、ちょっと待っておこうか。うんうん、いいよ。今来たばっかで、あのホテル取った？あ、取った取った。どこ？10分ぐらい向こう歩いたらある。ああ、近いですね。さ、モンゴル行って冬用のブーツ着たらめちゃくちゃ暑い。ああ、今モンゴル冬だよね。冬。そう、いや、ちゃんと準備できてんな。そう。不安でしょうがないけど。だよな。初めてのモンゴルどうですか？あんまり分かってないけど。調べてない。ちょっとしか調べてない。砂漠が見たくて。砂漠と星？あ、星ね、うん、星も見たかった。うんうん、星が綺麗。まあ普通星見たいと言ったら顔上がるじゃん。そこはまっすぐ。あ、地平線だからね。あ、地平線。すごいな。すごいよ。なんか宇宙の中にいる気分。あ、うん、会社の人と行く。そうなの。そうそう。じゃあ二人で。二人、うん。おお、いいんじゃない。いや、そう、仲良し。いいんじゃない。なんか理想の会社の生活してますね。あの、まあそうだね。あ、入るって。はい、あ、わさ。はい、入りましょう。こっちから。あ、ごめん。いえいえ、大丈夫。あんま行ったことがないんで。ラーメンあった気がするんだけど。あ、あるね。うん、そう。シューベル。価格点なぽじあんね。オーナリーの屋台の中、いろんな気味見た。だいぶ昔、10年ぐらい前から。10年ぶりですか。思い出の屋台だよな。酔っ払いすぎて覚えてないな。覚えてない。その時は。一人で来た。いやいや、その時の友達の人だ。ああ。中学校の自衛隊の人がいた。ああ。おでんの大根と豆腐と。はい、一つ。はい。ビール。ビール。はい。グラス2つお願いします。札幌でお願いします。勝手に決めたけど。いいです。好きなビール。あんまり俺朝日好きじゃない。ああ、そう。なんで苦い。いや、そう、美味しくない。あ、美味しくない。でも結構人気だよ、日本じゃ。朝日。だよね。いや、私も普通に朝日飲んでるから。いや、すごい。わあ、あるだ。わあ。できます。できる。できないから、むしろ。ありがとうございます。食べたいなら食べていいし。いや、でもそれは。いや、あなただけだから。
いいですね。子猫くん近いんやね。かわいい。でもね、とりあえず全員に言う。いや、言うな。とりあえずみんなに言って。そう、何どんなことあるんですか？うん、あるよ。さっきの星の色、この違いがよくわかんなかった。俺も黒の方がめちゃわからん。札幌は見てるけど、自分から撮ったことはないですね。いや、ちょっとね、飲みたかったけど。一回、インチョンまで行って、乗り換え？乗り換え。福岡からちょっとなくて、広島からはなかった。あったけど、時間良くなかった。あ、残念。まあでもたまたま福岡来れたからそうです。よかったけどね。どっちやけど、でも全然悪いやないやん。ラーメンだ。ありがとうございます。東京行こうと思ったらさ、4万円ぐらいかかるよ。片道。片道。はいはい、往復往復。往復。広島から岩手。いや、高すぎる。海外行くより安いけどね。ねえ。韓国行くのと一緒ぐらいなんや、東京行くのって。ねえ。韓国の方が安い。電子食べてみたい。安いよ。向こうだったら5000円ですよ。会う前にニュース見たんだけど。そしたら高速道路4000円くらい。払ったら行ってた。あれ、プサに新しく出た道路があって、その交通料が往復400円、400円かかるって、ちょっとニュースになった。で、あれが高いって。あれが高いですよってニュースになってて、で、昨日4000払ったじゃん。4000払ったんですよ。高かったね、それは。そう。日本じゃ当たり前よ、それが。覚悟はしたけど、いや、4000円まではちょっとね、想像以上だったから、ちょっと現金で払ってたら、ちょっと手震えながら。そうなんだよ、逆に韓国がそんな安いと思ってなかったよ。いや、でも結構、こっちも結構下がるんだけど、少しです。一番さ、左上のやつが読める。左の、牛です。牛すじ、味噌煮。惜しいな。惜しい。あれはね、あの牛は牛って読むよ。あ、牛。そう、あれが難しいですよ。同じ字なのに違うもんね、読み方が。二つ目わかる。昆布？あ、そうそうそう。昆布、昆布読めるやん。昆布読める。塩、サバ焼き。あ、合ってる。下は岩、イワシ、明太子焼き。お、すげえ。わかる。すごいでしょ。すごい。勉強したから。すごい。人生かけてない。右の上から3番目とかって難しい。右の3番目。おでん、や、はる、や、しょんぼじ。ああ、難しいよね、絶対。いや、難しいです。あれ、春菊や。春菊。春菊。野菜の名前。ああ。俺らもそんな日常的に食べんか。食べれない。あ、そっか。ああ。わかる？うん、わかった。向こうでは結構食べるけど。うん。神さんだ。ありがとう。あ、神様だ。ありがとうございます。ごちそうさまです。神様だ。神様だ。トランニースト。あ、いいですか？わあ、ありがたい。なぜか中洲いてます。やっぱり一軒で足りないよね。そう、そういうことで。はい、自分は全然平気だけど、あんたはもう明日。けんじゃなよ。あ、けんじゃ。けんじゃなよ。いやー、私からにしたらげんちゃなじゃねえよ。もうハロウィンでしょ。あ、そうだね。なんかするの？いや、俺あんまりハロウィン好きじゃない。え、なんで？なんで？仮装してバカ騒ぎみたいな。
ちょっと向いてないかな。ああ、コスプレやってるそういうのが苦手。まあ、別に苦手でもないけど、俺がやるかったらやらんかなって感じ。ああ、静かに過ごしたいって感じか。韓国のハロウィンあるよね。うん、あるある。ちゃんと真面目にやってるエリアもあるよ。ハロウィンに真面目にやるとこあるか。ソウルの方、イテウォン。ああ、イテウォンのカル。っていうところあるんだけど、そこ1年前か事故があってて、見た、あれでちょっと、ふざけすぎみんな、死ぬまでふざけたらいかん。あれはショックだったな、ニュースになった時にマジかよになって、うわ、右左左、あこれや、おお、ヨギよ、マジよ。와두번째2차왔습니다아고맙네나니가이노와가나근데한국의오사케밖에쉬는게사일본의오사케나니가스키가쉬가나이소소모드디일본의오사케모드디悪い時もあります。何も食べてない。何も食べなくて、酒飲んだらすぐ酔っ払う。楽しすぎてすげえ酔っとった気がする。覚えてる、覚えてるのが奇跡だ。覚えてる、すげえ酔っとった。だよね。いやー、わわわわ、いやー、あの嫌いじゃないエリンギ。あ、いいつまむ。うん、あー、いい、今ね、嫌いじゃない、うん、嫌いじゃないけどお腹いっぱいなんで、はい。どう、うまいっすよ。うまいっすよ。どんどん食べてください。いや、いいね。なんか自分のいや、言わない方がいいのかな。いや、ちょっと思いは思うほどちょっと辛いけど。いやいいよ、2000円しかもなかったらやばい。やばい、いや、あんたやばいでしょ。いや2500円出すわ。2500円ですね。2900円。400円ちょうだい。待って、ありがとうございます。韓国また来てください。ありがとうございます。いやいや、大切にしてんの。これ使わないもう。使わないの。いやー、モンゴルですか。モンゴル、羨ましいですよ。どこだったっけ、ホテル。あー、待って。あ、逆か。あ、逆。逆だ。うわー、もう、あいごー。寂しい。寂しいね。あいごー。あいごーって海ボロボロですね。あいご、いや、困った時に。なんなんみたいなやつね。え？なんなんみたいなやつ。なんなん、あ、そう。だよね。もうみたいな。あ、もう、あ、おう。あいご。あ、だいご。反対側です。ごちそうさまでーす。楽しかったね。はい、明日はモンゴル気をつけて行ってきてください。ガイドをお願いするんで。ガイド、ガイドちゃんと。何ガイドをお願いするっていうこと？広島行くんで。あ、広島のガイドね。そう、広島ガイド。あ、そう、任せて。また出てくるよ、俺。うん、なので、お願いします。일단마무리는이정도로하고요. 、네、 저는다음영상에서뵙도록하겠습니다. 안녕. 地元のさ、隼人たちの山口とか、中国地方って言うんだけど、そっちの鉛を自分たちもやっぱ知らず知らずに使うじゃん、鉛だから。大阪の人たちの前でそれを喋ると、お前、めっちゃ鉛ってんなって言われるんや。いや、お前が言うなと思うよね。お前らも鉛っとるだろうって。ああ、飯が大阪はもう鉛じゃないって、もはや。ああ。思ってるんよ。そうなの。関西の人たちは。標準。そう、標準語。そう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 。わあ、プライドがありますね。大阪の人は。お前めっちゃ鉛ってんなって。お前も鉛ってるだろうって。アジャンシって響き良すぎん。ちょっと。え？
パジャンシーって言葉の響きが良すぎてさ、そう言いたくなっちゃう。パジャンシー、そうなの、パジャンシー、何にもなくてもパジャンシーって言いたい。だってヘジンさんの動画さ、日本語の字幕なくてもパジャンシーだけ聞き取れる。そう結構言ってるよ。パジャンシール、パジャンシーよく言ってる。그런가내가영상안에서화장실을よく言うの화장실에오다노야마登る動画で言ってた。ああ。と、うん、あの花火大会の動画でも言ってた。そうか。いや結構言ってんな。モンゴルの動画でも言ってた。화장실。めちゃくちゃ聞く。はい。화장실行ってきます。行ってきます。